よくソースの二度漬け禁止って書いてあるけど、なんでダメなんだ？あのソースは超高級食材なんだよ。え、マジで？ああ見えて一坪数十万円はくだらないね。だから串揚げ一本につき一回までって決められてるんだよ。そんなに高級なタレだったのか。そう言われると食いたくなってきたな。意外に騙されやすいんだね、春日君。え？嘘に決まってるでしょ、そんなの。まあ主な理由は衛生面だな。あとはソースの味が変わるからという説もありますね。だよ、知らねえの俺だけかよ。しょうもねえ嘘つきやがって。ごめんごめん。高級なタレじゃないのか。